束のネバーランド、星4。楽園と呼ばれる世界が衰退した後に唯一残った楽園のような場所で暮らす孤児たちはいい成績を収めて良い里親を見つけることを目標に日夜勉学に励んでいた。その学園に、くっそ頭がいいリーダーのたけし、フォトグラフィックメモリを持ちで冷静沈着なゴンゾウ、行動力の塊であり絶対に選択を間違えないエマの御三家が主人公の漫画。前半は学園から卒業する仲間たちが、本当に卒業してるんじゃね？ってことに気づいた御三家が自分たちの上位互換である学園のままにバレて卒業させられないように学園を脱出するというライアーゲームが始まるというクソ激烈に面白いシナリオ。ここからネタバレ。上位互換相手に嘘をついて、装備を集めて、仕込みをして脱出するというエスケイプストみたいなシナリオだけでもクソ面白いのに、そこから脱出した後は、鬼のいる世界で鬼から鬼ごっこをしながら鬼の存在しない楽園を探すという鬼ごっこが始まる。ここから世界が拡張されて、どうして世界は鬼が存在するマップをめいた世界になったのか？とかなぜ、人間は鬼の食料になってしまったのか？といった謎を明かされながら、鬼と人間が共存できる世界を目指すという最初から最後までクソ面白いシナリオ。鬼の権力者たちが既得権としてこの先も権力にしがみつくためにシステム改装しないんですという俗人的な理由がクソ面白く、既得権を一新できない社会システムは大悪しかないとよくわかる。クソ激烈に面白いのでクソおすすめ。